えー、お久しぶりです。こんにちは。えー、っとしばらく間空いちゃったんであのまたまたくだらない野球の話で終わっちゃいそうなんですけども私ヤクルト好きなんでそのヤクルトの昨日まで14日までの5月14日までの最近10試合についてちょっと。 話をしてみたいと思います。まず4月28日、4月30日、5月1日、2日、4日、5日、7日、9日、12日、14日の10試合ですね。えー、についてちょっと話していきたいと思います。まず28日、ヤクルト、巨人、3対7で巨人勝ち。えー、スワレス1勝2敗で負けですね。 ホ,ホームランは、えー、っと、巨人の丸に、今シーズン1号ホームランを献上しちゃいましたね。あと、山田哲人、10号。<laughs> ですね。というわけで、とりあえず、とりあえず、ここで、いっぱいいっぱいですね。 ということです。スアーレス、大下、杉山というピッチャーが出てますね。まあ、<laughs> 巨人だからしょうがないのかなってところもありますけども、巨人だから勝ってほしかったですね。え、次、に29日。え ?29 日はないのか。えー、次三十日。d n a これは勝ちですね。金久保。えー、2勝目。で、ホームランはヤグルトのみ、サンタナ。いいですね。金久保、近藤、坂本、梅野。で、キャッチャーは古賀。いいですね。で、1勝。1勝1敗。ですね。で、1日いいですか。 一日も DNA。これは10体にお話にならないです。えー、負け高梨2勝1敗。えー、ほ,ほ、ホームランは、ないですね。DNA のオースティンに4号。で、高梨、近藤、今藤、大下。 で、キャッチャーが中島、中村島ですね。で、二日。まあ、ヤクルト、えー。DNA とヤクルト。これも8対ので惜し,惜しくも負けですね。で、山崎が、どうにか2勝目。で、西武が三島。負けが清水。2, 2敗1西武。 残念ですね。今のところ、1勝3敗で負け越してます。で、本ホ,ホームランはサンタナ3号ですね。で、小川、梅野、杉山、坂本、マック・ガフ、清水。で、キャッチャーが中村と。小川も、ちょっと、ね、好きでね、応援してるんですけど、ダメですね。というわけで、 次4日の日ですかええー、これは阪神神宮ですね5対五対4勝ちですやっと2勝目く、うん5月4日4日負けじゃないですか、うん、5月4日 負けですね5月4日5月4日負けですね阪神阪神が11点でヤクルトが5点ですねというわけで 勝ちが岩定で2勝目で負けが近藤で阪神にやたらホームラン出てますね。マルテ7号、中野1号、サンズ8号、佐藤輝明いいですか ?9 号。で、ヤクルトは西浦1号。これだけ打たれればね、11点取られちゃいますよね。というわけで。 えーと28日が負けで30日が勝ち勝ちで1日が10対2で負けで2日が負け3勝。 一勝三敗。で、四日が負け、一勝四敗。で、五日が、二対二で引き分けなんですね。は、阪神と。で、奥川、今野、清水、石山、小川、奥川、 勝てないっす、ね、ほんと。で7日がまた巨人ヤクルトで勝ちですね。金久保3勝目で4対6ですね。で石山が1勝9セーブ目 2, 2勝4敗 <laughs> ですね。 スアーレス、梅野、金久保、マクガフ、石山でキャッチャー中村。まあでも相手、相手、巨人は菅野だったんで、ね、負けは中川ですけど、菅野に勝てたってことは、いいんじゃないですかね。で今度、9日、な巨人、ヤクルト、7対5で巨,巨人、 勝ちっす、ね、で巨人の高梨が勝ちで負けは石山2敗9セーブでホ,ホームランは丸3号岡本6号7号ですねまあ献上しすぎですホームランホームランまあ打たれて2本ですね1試合 でピッチャーはカイスニード、紺野、清水、近藤、マクガフ、石山、でキャッチャー、中村というわけです。ええ。えで、5敗ですか ?5、6、7、8。で、今度、1二日、1二日なんですか 12日は広島とで引き分けですね。でホームラン出てません。で田口マクガフ石山でキャッチャー中村。あー田口勝てないっすねほんと。<laughs> せっかく巨人からね取ったのにね。で昨日ですか。 昨日、あ、違う、13日が雨で中止なんですね。広島の中止。で、昨日がバンテリーインドームヤクルト中日で勝ちです。勝ちで。 勝ち、今野2勝目で西武が石山でホームラン出てないですね金保今野、梅野、清水、近藤、マクガフ、石山というわけで、えー、ここ10試合で3勝5敗に分け。 それでも順位は3位3位ですねで巨人と2.5で昨日巨人負けたんで阪神と4.5まあこのねどの解説者もあの 言いたくないですけど6位という最下位とは言いたくないんです6位という10位をほとんどの方がつけて誰か YouTube で謝ってましたよねそういうのもあるんであのー、これ阪神は交流戦で勝ち越しであのー、夏の高校野球やってる時死ロードで勝ち越さない 勝ち越せば、このまま突っ走ると思いますけども、交流戦は、パ・リーグ強いですからね、なんとも言えないんで、まあ、ヤクルトも、勝ってはいるんですけども、まあ、一番いいのは巨人、阪神が落ちてくれるのが、一番いいんで、期待して、見たいと思います。で、あの、これ、バレちゃう、 と思うんですけど、我が母校後輩、日本ハムのタミヤ君が一軍に入って、まあ、登録になった日に、守備固めかなんかで入って、1打席経ったのかなそれっきりなんで、まあ、彼、彼が出たら、まあ、y o u t u b e 上げたいと、動画上げたいと思います。というか、1週間まとめて、 まあ出る出る機会が少ないんで何とも言えないですけども、まあ題しまして今週のタミちゃんか今日のタミちゃんかねなんか考えてあげたいと思います。もうこれ言っちゃったんでもだいたい皆さんねプロフィールからどこどこの高校かわかるんで私の出身校がわかってしまうと思うんですけどもまあ。 というわけで、ヤクルトも3位につけていますけども、勝ち方としては今一つなんで、頑張ってほしいと思います。以上、登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。また次回タミ、タミヤのことで、タミちゃんでお会いしたいと思います。日本ハム64番、よろしくお願いします。それではバイバイ、さようなら。